さっき銀ちゃん一人くしゃみ大会してたよな。お前ら意味わからんだろ。本当にそういうやつなんだ銀太って。な、ほら全然意味わからんかったやろ。何一人くしゃみ大会って何そのもうなんか大会もわからんし、くしゃみはいつも一人やろ。俺は二人くしゃみを知らんちゃんな。一人くしゃみしか知らんよみんな、わざわざそのなんなん、なんか全くしゃみ以外の前と後ろが合ってない記録は16秒だった。ほら わけわからん。ほらな、全部わからんかったよ。どうやら RTA っぽいやろな、これ聞くと。ほらでもそれ言われるまでわからんやろ。それがもうやっぱ意味わからん、あいつのところなんよ。どうやら多分あれやね、その RTA やね、早く多分早くくしゃみを出す回やん。意味わかんないわ。アイコス埋め込んでジーコスにするらしい。ほら意味わかんないんだからずーっと昨日も朝8時から配信してた、ジジイやん一人で説得でいらない、いらないよ何も。記録補充者でそうだね、何も羨ましくないけど、ギンコスとも言ってた。ジーコスだのギンコスだな意味わかんないわ。二回キャスした。なんか、さ、キャスなのがいいよな。なんか、朝8時から。朝8時にキャスやってるやついないだろ、もう今。キャスは、夕方から夜やろ、みんな。朝8時に始めるやつ知らんわ、俺。クソ、おもれ。あいつ、なんかたまにツイキャスとかもやっとったんやけど、なんか、マジこの前は4秒で終わってた。すごくない？通知来て飛んだらもう終わっとうと。怖いやろ。銀ちゃん幼稚園センターでキラキラしてるけど、もう本当にそう。マジ、あいつ本当にずっとそうだからな。マジ、ちゃんと銀太から出てくるエピソードトークももうそんなんやし、俺昔も話したことあるけど、な、銀太水切り超うまいんよね。水切りめっちゃうまくて、そう、でなんかニコ玉で PV 撮っとった時に、石の話になって、そのなんか、通学路で、石蹴りながらみんな帰り寄ったやん。それ、銀太運動神経超いいけん。いや、銀太とか、あれ、蹴るの絶対うまいやろつっとったっちゃん。したら銀太、いや、全然そんなことないよみたいな。4日ぐらいしか蹴れんかったって言って、4日？え、あいつ1個の石よ。え？と思って、あいつだけめちゃくちゃ、エクストラハード、エクストラハードモードやん、お前。4日？めちゃくちゃすごいやん。お前、なんか似たような格ゲーの話聞いたことあるわと思って、どこやったっけな、なんかどっかの国の中だけすげえ強い話。お前の地元だけ、お前石蹴りの魔界みたいなところで育って。俺は全然すごくない。4日ガチで意味わかんなかった、マジで。な、すごいよな。4日だぜ、あいつ。1個の石蹴って。4日あ、そう、中東の方の、なんだっけあれ、鉄拳だっけなんだっけな。いや、マジあいつすごいよな。